それでは、三国志法続きをやっていきたいと思います。前回何でしたっけ、いきなりですね、漁夫を攻めて勝っちゃいましたというところで終わったんですけども、ですね、はい、207人と兵士がですね、ちょっと力攻めだったなぁと思うんですけど、できればですね、もうパパッとここをですね倒してしまいたいなぁと思うんですけどね。でも兵士をパッとやっつけてしまえばこの後の展開も楽かなぁと思います。軽くこう移動しましょうかね、僕用に、みんな移動しちゃうとあれですけどね、誰か一人ビジグぐらい残しておきましょうか。羽兵糧かなり持っていきましょう。はい、密定してもらいましょう。密定ビジグ、さあ調査してくれたまえ。総評ちゃんもここでぼーっとしてもらっていいです。はい、ここ53 57、いやーしょぼい。今月移動したわけですからね、褒美与えておきましょうか。漁夫が90、漁夫になんかやっとく。ここはもったいないな、ちょっとケチって。漁夫ちゃんには何かもっといいものをあげよう。アイテムね。よしよし。もうね、こいつ貸してあげよう。はい、オッケー。給与します。序盤なので他の君主もいっぱいいますからね。いやー、どんな状況でしょうね、炎章は。できればね、この現在の兵力でどうにかしたいですけどね。まあ願望です。はい、こういう様は困ってるでしょうけどね。さあどうですかね。おお、いっぱいいますね。まあ戦って勝てないことはないんでしょうけどね、忠誠度も低いし。こんなもんかなと。ねえ、超高顔料、優秀な武将がいますな。一人と、161ですからね、ちょっと数が多いですね。もうちょっとこちらの数が増えると有利な戦いができるかなーっていう状況ですかね。ちょっと米が欲しいですね、何にしても。お、やった、これは買いですね。買いましょう買いましょう、いっぱい買いましょう。やったねと。うん、買いました買いました、よかった。東洋しましょう、東洋と長領したい。お、やったやった、いいっすね。じゃんじゃん投入しましょうか。鎮急
しくお願いします。お、いいねいいね、幸先いいですよ。あと一人いけますからね。どっちもどっちですけどね。いらっしゃいます。おっとっと。さっさと仲間になった方がいいのにね。本当に。違う違う。チンチュチンチュ。長領。もう一応納得か。よっしゃ。褒美を与えましょう。鍼灸引く。長領裏切られたくないから、じゃあ関とば与えよう。おお、すごかった。ここはもうゼロですもんね。ただね、民中53低いけどな、来月まで持ってくれればね、安定収入いけますからね。誰か使えないですか。か金は別にいいから、兵糧を4000ぐらいでいいか。与えます。お願いします。58。大丈夫かな。大丈夫だったらいいですけどね。ここは57、どうかな。施し59 2しか上がらなかった。ちょっと心配ですけどね。万が一の時はしょうがないと思ってください。施しは必要ないんで、あと訓練ですかね。みんなで訓練を行いますと。これいいですかね。ますかね、攻めてきますかね。攻めてこないと思うんですよね。攻めてこられたらその時はその時って感じですかね。おっと、なんすか。データデータ、おうおう、復元分かりかねる。まあいいよいいよ、まあ1年ぐらいねと言っておきながら、同盟発揮してくるんだろうけどね。さあ、住民反乱、あ、怒らなかった、よかった。東洋を持ってきます。誰です。鍼灸に合わせっか。
剣の主お願いします。 OK。 じゃん、投与しましょうか。よろしくお願いします。おっとっと、どうもいかんですね。超爆加わっていただきたい。超爆、超量やったもしかして。あれあれ、今ぼーっとしてたから分かんなかった。あ、しまった、失敗したかも。まあいいけど、褒美を与えておきましょう。いやー、中性度低いな。褒美を与えておきます。OK ですかね。とこちら、あ、兵糧が増えたのかな。ちょっとは16回じゃないですけどね。移動させますか。でも欲しいな。お、また買える、買いましょう。いや、素晴らしいですね。ちょっと兵士を、どうしようかな。鎮闘でいいか。1000、2000ぐらい。調整します。おー、いっぱいじゃのう。腰を与えていきましょう。で、訓練をすると。ちょっと金が減ってきましたね。しかし、技術力は低い、低いからダメ。投資すればね、それもいいんですけどね。ちょっと今金がないんですよね。投資するよりも奪って金をゲットした方がいいかなって思う主張でございます。褒美をあげたりするとあっという間に金がなくなりますもんね。もう一つね、100をあげましょう。他の2人にはこれか。ちょっと徴兵しちゃいます。
っちゃ徴兵したな。へえ。来月移動でいいっすわね。ちょっとこの二人には仲良く米配りしてもらってですね。施しを頑張ってもらうと。あれば良かったですけどね、まあ、ないものねだりということですからね。訓練しておきましょう。士気が高くて素晴らしいですね。いや本当、どうしよっかな。まあ、人が移動したからといって金がなければどうしようもないんですよね。何もできない。どうせ投資するならね、もらえるとこはいいですけどね。ここね、巨匠に行って焦るか、悩ましいですね。人がまあ何人か余ってますからね。何余ってるのかな。1,2,3,4,5,6、ちょっと余ってるんですよね。微妙な数ですね。はい。まあいいや、ごゆっくりしとってください。ああ、そうね、埋伏の毒作戦で運よく、ね、大衆になって、大衆一人ぼっちで乗っ取り作戦とかいいですけどね。そういうラッキーなことを期待して炎症のとこ送っときますか。そしたら価値はありますよね。確かに。この様子いくと今回は戦いはなさそうですね。まあね、ゆっくり行けますからいいんですけどね。そう、剣金兵糧は別にいいけど、兵士持っていくとすごい数ですね。なんとか60以上にはなりそうですね。これでなんとか、なんとかかんとかいけましたと。褒美与えましょう。え、長領とか上がらんかったんかな。忠誠度があんまり、まあいいんですけど。忠誠度上がりませんな、本当に。なかなか訓練頑張ってほしいです。1ヶ月訓練しましょう。計略埋伏作戦、秘宝、
怪しまれた。幽体。お、うまくいった。尊敬はね、米配り係で大事やったっすね。劉備どうしよっかな。諜報活動でしまいますか。やってみそうと。捕まった。ダメじゃん。知らんわね。何をする中でもないから、いいよ、もっとゆっくりしよって。攻めてきたら攻めてきたって感じですね。今回は利確が生き残りますね。全然攻めてられてない。まあいいっすけどね、別に。ルス様の心配してる場合じゃないからですね。次ね、同盟が消えた瞬間にも炎症をこうやってつけるからですね。チンシン、あら、チンシン1人73。あれあれ、あ、竜体、あ、竜体な仲間になってると。チンシンいけますかね。あー、これ100か。ま、うまくいったらラッキーってことでお願いします。ま、そうっすね。そうだと思いますよ、本当に。投与してみます。劉備金銭丁寧。あ、ダメ。そうですか。有限作戦でちょっと忠誠度下げましょうか。お、負けか。お、忠誠度下がった。これもしかしてミラクルあるかもよっと。丁寧でお願いします。お、たやすいと。来たよ、これもしかして。来てくれるなと。ありゃりゃりゃ、ダメだったか。一瞬期待できたんですけどね、画面が止まったからこれはってなったんだけど、まあ、そこはうまくいかなかったなと。また別な機会ですな。僧侶、ここを100与えてこう。ちょっとゲイ、高いのかな。そうでもないっすね。技術が欲しいですけどね、本当は。いやー、低い。8個ですか。
まだまだですね。どうしたもんかな。どうしたもんかなっていうとこの小出家こう発展させようかどうしようかっていうところでどうしようかなですけど、人がいないんですよね。人がいないですよ。金がない。そこはちょっと問題だなと。あ、金まあまあありますね。金があった小監督加えとこう。これはね、やった方がいいと思います。給与する。いや、契約。回復しちゃいましょう。総研。さあ、うまくいった。回復か。どうなってくるのかな。しかし、11月、どうなってくかな。お、まだ陳心68ですからね。いけないかな。流言かましましょう。三件かな。お願いします。おほ、めっちゃかかってる。2連発ですよ。これはいけるよ。絶対いける。お、上昇。頼むよ。そんなこと言ってうまくいくんでしょ。決断してくれい。おお、やったー。きたー。100の兵力が手に入った。やった。ダララーン。素敵素敵。移動せしめました。ゴブゾル。ね、戦力の分散は良くないんですよねとは思うんだけど、誰を動かそうかな。これぐらいでいい。兵糧持っていかせるか。よっしゃ、いっすわ。ああ、よかったよかった。決まりましたね。素晴らしい。で、大使を任命します。一番強そうなのは誰だろう。行僧でいいかな。わかんないんだもん。ちょっと褒美与えてきますね。70。悪くはないですけどね。飛び抜けで忠誠度が低い。
できればここに移動し一人ぼっちになってほしいですけどね、大衆。7ヶ月か、まあ、攻めてくんでしょうね。もうみんな訓練したので関係ないかな。減ったなぁ。赤字じゃないよね。赤字じゃないですね。さあ、日程を行います。ここはもう捜索活動してもらいましょうか。ここで今日はこっちかな。二人仲良く施してもらってですね、少しでも収入を上げないと。これで OK ですね。失礼します。2人、武将を送り込んでるわけですから、うまいことなってほしいですけどね。じゃあ炎章は同盟破棄してきそうで怖いな。攻めてきたら攻めてきたで別にいいんですけどね。おっとっと、おっとっと、住民反乱とか交えてって感じだね。減りましたね。そんなバカみたいに減ったわけじゃないからいいっすよ。もう訓練しましょう。訓練ちょっと士気が低いっすね。1ヶ月ぐらい訓練させますか。訓練をもう一回させます。ちょっと今更ですけどちょっと見てみましょうか。もしかしたらねラッキーなことあるかもしれないからですね。おっとっと75ですよ。これチャンスじゃないですか。成功しそうと。ダメか、さすがに。一回留言します。あのね、何事も挑戦だと思うんですよね。カン様にお願いします。ダメだった。ジュウビ様やってみます。どうかな。75やからな。成功するかもしれない。ダメだった。残念。ぜひお願いします。うまくいきそうと。ほんまでっか。そうそう、決断してくださいな。ああ、ダメか。
そうですか。まあ、なんだかんだ言ってですね、ゲットできたらでかいですからね。決断お願いします。無理かな。まあね、最後まで諦めずに頑張りましょう。さあ、お願いします。早々に決断してくれ。ああ、だめたか。残念。来月同じビッグチャンスはないやろからですね。しゃあないっすわこれはね。OB を与えておきましょう。99か。印象期待ですね。それが心情というものでしょう。はい、100になりました。 OK です。どうですかな。次に神経移動させますか。兵糧ね、仙台持ってかせる。ここはあれ訓練したよねですね。はい、おやすみます。おやすみます。おやすみます。4月回復中イナゴ住民反乱なし。 OK、そうね、同盟は勝手にやってくれたんですけど、巨匠のフグコなんかあったっけな。だけ姿勢みたいなんですよね。なんか申し訳ないですけどね。さあどうかな、変わってるかな。あ、2人になってるか。残念。あ、双剣だ。いやいやいや、これは何としても長男を引き抜きたい。お願いします。ダメか。こちら55低いっすね。ちょっと流言しますよ。それは流言しますよ。お願いします。残念。なんとしても神様にお願いします。ダメだな。お願いします。あれ、
序章で動かせそうって言ってるからですね。うまくいくんじゃないかなと思ってるんですけどね。お願いします。やった、勝った。やったね。はい、いや説得はございません、いや自信はございませんとかそういう問題じゃなくて、はい、 OK です。ありがとうございます。アジャーンス、アジャジャーンス。もうあと同盟国別ですけどね。さあヒューヒューヒューって進めていってもいいですけどね。ああ、高層の3万200か。脅威がいますね。まあ敵ではないですよ。じゃあみんなで移動しましょう。どうすんかな。この大衆に誰か義足でいいか。羽兵炉残してていいでしょう。服用大衆義足でいいか。貴族はなんすか、中制度っていうか低いっすね。ケースかね。そう、もうみんなやれることはやったのかな。はい、おやすみ。今回全く戦ってないですけどね。ファーズセシロ2つゲットと、恐ろしいですね。まあそんなもんですね。こういうをちょっと攻めてしまいたいですけどね。まあちょっと今回はとりあえずここで終わっておきたいと思います。